ってやってきますね。そう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 、避けて打つってことです。まずじゃあジャブ打って、はい、相手からジャブが右ストレートの中に飛んできたって思って、そっちだったら左フックとか左ジャブ打てますよね。ジャブ打って、はい、パンチ来たらかわ、そっちだったら右ですね。はい、いいですいいです、もう一回もう一回ジャブで、こっちに避けたら、こっちに体重乗せるんだったら左フックかジャブがいいですよね。はい、なんで例えばジャブ、はい、引いた力で打つみたいな、はい、相手からパンチが返ってきたっていう想像ですよね。なんでジャブパンすぐそう。そう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 。そういうことです。なら、最小限でやった方が、早く相手に打てるじゃないですか。で、そういうことです。もう一回やってください。ジャブ。はい、避けてすぐ打つ。そう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 。あ、もう一回やってくださいね。せーの。ジャブ。そうそうそう。っていうのが、僕の棒がなかろうがあろうが、要は意識したらいいです。なんで、最初ジャブ打って、はい、ダーンって。そう。避けるってイメージ。そういうこと、そういうこと。なので、ダブルジャブ。ジャブ1回は返ってこない。2回目返ってきた、みたいな。いや、いいですよ、いいですよ。ジャブ、それ1回目ですね。ダブル、まずは1回目のジャブ打つ。で、普通に2回目を打った時に、相手から返ってきたのを外して打つってことです。はい。1、2で外して打つ。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。まあ、練習ですよ。要は、こういうサンドバッグでこういう練習できますよっていう、要はアドバイスなんですけど、ジャブ1回打つ。はい、次2回目のジャブで避けて打つ。そうそうそう。で、次は逆です。じゃあ、ジャブ。はい、次は今度、そうそうそういうこと、そういうこと、そういうこと。右が、右が打ちたいときですね。はい、そういうこと、そうです。要はなんかイメージできるじゃないですか。自分で。なんか、ね、ただ闇雲にサドバッグ殴るんじゃなくて、ジャブ打ったらパンチが返ってくるんだなみたいなぐらいの気持ちで、ジャブ、そう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 。要はその、要は相手のジャブが返ってくるパターンで打っちゃえばいいですよね、パンチを。いろんな感じで。そう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 。そうそうそう。常に要は意識すればいいわけです。パンチが返ってきたことのことを考えて。ジャブ。そう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 。で、ストレートだけじゃ、もう飽きてくるんで、ジャブ打って、避けて、右打ったんだったら、ストレートからフックとか、つなげれるじゃないですか。そうそう、そういうこと、そういうこと。で、もっとそのアクションを大きくしないと、多分、避けてる感じが伝わらないんで、もう一回ジャブでください。で、僕から、こういう感じやったら、今アクション大きかったですよね。こっちやったら、そうそうそう、それぐらいのアクションがないと、ももに乗ってないんで、はい、ジャブ、ダーン、そういうこと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 。実際に来たっていうぐらいの気持ちでやった方がいいですよ。そうじゃないと、なんか、ただ単に惰性でやるよりは、そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。しっかりその、避けるっていうか、その、ももに乗せる瞬間をちょっと早くするんですよ。緩急をつけるというか、ジャブって、グッて、そう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 。要は相手のジャブって来るの早いじゃないですか。その、悠長に多分、その、避けれないと思うんで、来たやつをすぐみたいな。すぐ、すぐすぐ。そうそうそう。もっともっともっと、もっと早く。はい。ナイスナイス。もう自分の中で一番早い、早いパターンです。打ってるときはまあちょっと緩やかでもいいですけど、そう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 、今変わった。はい。そんな感じです。要は、打つときだけ、しっかり。ナイスナイスナイス。左はフックとかも一緒ですよ。ジャブ打って、相手から来るときをめちゃめちゃ早く避けて、すぐ打つ。そう。ああ、今でよかった。はいはい。あんな感じ、あんな感じ。はい。あと30秒ですよ。ジャブ、ナイス。そうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。うまい。そういうことです、そういうことです。右打つがちょっと浅いかな。左は結構いいけど。もっと沈むというか、多分避けるときってもっとしっかりやると思うんですよね。ナイス。そう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 。今の感じ、今の感じ。じゃあ左フックもしっかり、ああ、そっちは深いもんね。うまいうまい。はい、いいっすよ、いいっすよ。はい、5秒前。ナイスナイス。いいっすよ。うん。そんな感じ、そんな感じ。で、それを別に今までのその自分のサンドバッグにちょっと混ぜていくだけです。はい。普通にじゃあ今まで通り自分のフックとかストレートとか何でもいいっすよ。適当に打っていただいて、その中にそういうのを混ぜましょうか。その、打ってきたやつを打ち返すみたいな。あ、打ち返すっていうかカウンターを狙う感じで。いいっすよ。適当に今まで通り、まあ、適当なパンチ打ってもらって、そう、たまにその相手からジャブが返ってきたみたいな。あ、重いの。ですよ。ワンツーフックとか、なんでもいいですよ。ボディとか。そう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 。ああ、今でよかった。ああ、全然こっちの方がうまいですよ。そう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 。要はパンチが来たみたいな感じです。ナイスナイス。まあ、3、4発ぐらい打ったら相手から1発返ってくるじゃないですか。だから それをスタンドバックで、イメトレ、はい、しながらやったらいいと思います。はい。そうそう、参考程度。